当社会御かばらし鶴神中原君夢のうまそうな匂いがする恩は暮らせも恩かばらし鶴神中原君憎き裏切り者ここにいたか陰陽当社会人恩かばらし鶴神中原君新鮮な血清明様大変です。カグラ、琥珀、どうした？何か大きい力が来る。おっと、避けられたか。やるじゃないか。いきなり物騒な何者ですか。で、生命ってのはどいつだ。私が安倍の生命だ。ほう、ここに酔いどれた赤い鬼は来なかったか。赤い鬼、知らぬな。ほう、隠し立てするというな。ならば力ずくで聞き出すしかないな。どうしてそうなるの。常識だろ。言うことを聞かない奴を力で従わせるってのは。はあ、この鬼ダメな人です。我が名は茨城道士。自らの欲のために友を探す者なり。あらあら、清明さん、どうしましょう。刃を向けるのならばやむを得ん。茨城道士と言ったな。我々が勝ったら事情を聞かせてもらうぞ。いいだろう、失望させてくれるなよ。なんだなんだ、喧嘩か。いいぜ、こういううぬぼれ屋は鼻っ柱を折ってやるに限る。いや、広政様も人のこと言えないんじゃ。より硬いものなど存在せんわ。妖怪め、坊やを脅かすんじゃないよ。風から私らを守ってくれるんだ。だら、
女だら三剣全員死ぬがいい総評どもめさあ聞かんなほんの戯れのつもりだったが、人間にしてはやる。で、なんでまたこんなことを？友を探していると言っただろ。赤い鬼、酒呑童子をな。酒呑童子？お友達を探しているのですか？ああ、そうだ。彼こそは、私が求める頂にして、至高の存在。なんだ？そいつを見つけ出して、打ち負かしたいってのか？いや、違う。私は彼を探し出し、打ち負かされたい。打ち負かされるんですか？ああ、そして、彼にこの身を支配されることを望む。なんか、うっとりしてる。あらあら、もしかして、特殊な趣味をお持ちの方なのでしょうか？複雑な理由がありそうだな。酒呑童子は強さの権威、絶対的な力と冴え渡る頭脳を持つ鬼。なのに彼はくだらぬ女に惑わされ骨抜きにされてしまった。酒呑童子の頭の中は女のことだけ。かつての強さのかけらもない。その意外な脆さもまた他者を引き寄せる魔性であるのだがな。なんだか怖い。私は共に強さを取り戻して鬼の頂点へ返り咲いてもらいたい。ところが彼は私を振り払い都の方へと消えてしまった。都に力ある陰陽師がいるという噂を聞いてね。そのようなものなら何でもできるだろうと思っていたのだ。いや、陰陽師って便利屋じゃないんですが。似たようなものだろう。違うと思う。関わらない方がいいですよ、生命様。この茨城童子、危ない匂いがします。いきなり切りかかってくるようなやつだからな。どこかの誰か様もそんな感じだった気がしますけど。酒呑童子か。もしそんな力ある鬼が都にいるというのなら野放しにはできんな。お前もだ、茨城童子よ。力を貸そう。ただし酒呑童子との問題が解決した後は、おとなしく山へ帰ってもらうぞ。約束しよう。もともと酒呑童子に会うことだけが、私が都に来た目的であるのだからな。はぁ、あ、酒呑童子、我が友よ。今行くぞ。やっぱり、関わらない方がいいと思うんですけどね。占いでは、この辺りに酒呑童子さんがいると出ましたが。いませんね。八尾比丘尼様の占いが外れちゃったんでしょうか。いや、酒呑童子の気配がまだ色濃く残っている。くんくん。くそ！これお酒の匂いですね。さすが鼻が利くな。しかし、酒にしては、容器に近い力を感じる。友が好んで飲む新酒だ。霊力を込めた酒のことだな。鬼が人間の作った酒を飲むとは意外だ。そういうところが彼の魅力の一つなのだ。どうだ、聞きたければ彼の素晴らしさをもっと語ってもいいぞ。三日三晩はかかるがな。酒呑童子は
少し前までここでお酒を飲んでいたのかな。ああ、新種の霊力をたどれば行き先がわかるはずだ。琥珀、新種の匂いをたどって主天童子の後を追えないか。生命様、それが匂いはこの辺りで途絶えてしまっているんです。友よ、さては私が近づいてきたことを悟り慌てて気配を消したな。そこまでして逃げるだなんて、茨城童子様ってよっぽど嫌われてるんですね。ともかく別の手がかりを探すしかないか。ところで、どうして陰陽師ってだけでなく生命様って名前を知っていたんですか。他でもない、以前に主天童子のやつから名を聞いていたのだよ。それで都に来た時、唯一の手がかりとして頼ったわけだ。よくは知らんが、彼は君を恨んでいるようだったぞ。恨んでいた。生命よ、もし君も友を惑わせるなら。生命。うめえうめえ、体にしみるぜ。ん？なんだお前ら、この先を横取りしようってんだな。そうはさせねえぞ。身の程知らずが、思い知る。私には守りたいもんがあるからね。だら。いや。レジ、早く。三剣。風雨からあたしらを守ってくれるんだ。守りたいもんがあるからね。だら。かつて風雨からあたしらを守ってくれるんだ。許して、お前らも酒舐めていいからよ。それは我が友よ、私の強さに一滴たりとも口にすることは許されん。あれ、陽気の風だけで雑魚を吹き飛ばすとは、ただの変態ではなかったな。主天童子はもっと強い、私が足元にも及ばぬほどにな。だから私は友が強者に戻ることを望んでいるだけなのに、なぜなのだ。茨城童子さん、八尾国、地面にこぼれた水滴を触媒にして主天童子を追えるか。はい、すぐに占いますね。
なんて大きな正気。クンクン、お酒の匂い。生命様、あれを見てください。酒呑童子、我が友よ。どうしてなんだ、もみじ。本当にあの飲んだくれが酒呑童子なんでしょうか。にわかには信じがたいがな。だが強大な正気はあの鬼のものだ。目を覚ませ。切られた恨み、そして私と戦うのを忘れぬぞ。戦うだと、チッ、俺様としたことが深酒しすぎたから、構えよ。酒呑童子。茨城童子か、しつこい男だぞ。言っただろう、俺様はもう全てが虚しくなった。酒とこの月だけが俺様を潤しているだから、放っておいてくれ。貴様、貴様は阿部の生命。生命様、お知り合いだったんですか。まさか人違いではないのか。貴様の顔は忘れるはずもない。そう、あの女を下道に落とした男の顔は絶対に忘れてなるものか。やれやれ、話が見えんな。そうか、貴様は記憶を失っているのだったな。なぜそれを知っている。なぜだろうな。よかった、少しは覇気を取り戻してくれたか、我が友よ。黙れ。よりにもよって阿部の生命などと手を組むとは、元より煩わしい男だと思っていたが、貴様には失望したぞ。了解だ。私は君のために生命を連れてきたに過ぎん。何だっていい。貴様ともこれまでだ。生命から聞き出したいことが。まとめて打ち倒してくれようぞ。その闘志こそ我が最愛の酒呑童子よ。さあ、血に飢えた私の心を満たしてくれ。まったく、どいつもこいつも勝手に話を進めてくれる。そうして余裕ぶっていられるのも今のうちだぞ、生命。さらに正気が強くなった。気をつけて、生命。があるからね。三剣。最強の敵はオランロージ。ここにバッタン。また戦えるんじゃよ。遊びにもならねえ。炎の酒、ドラー。枯れ木に花咲く。みんなは守る。勝つ。
三剣だら風からあたしらを守ってくれるんだ。いかん、まだ酒が抜けていなかったか。酒呑童子が酔ってたおかげでなんとか倒せたね。ああ倒しただ。ち、すさまじい力だ。こいつ全然弱ってないぞ。酔っ払ってちょっと足元がおぼつかなかっただけよ。今日がそがれたわ。飲み直すとしよう。待て、君の本当の力はこんなものではないはずだ。それともあの女が君を変えてしまったというのか。貴様には関係ない。酒呑童子、君は賢い男のはずだ。一人の女に熱を上げ苦しみ悩むなど。熱を上げる？バカを言うな。俺様は卑劣なやり方で女を下道に落とした男が許せぬだけのこと。その男がこの安倍の生命だというのか。酒呑童子、俺様の孤独を満たすのは貴様ではない。酒呑童子。生命様、どうしましょう。もちろん酒呑童子を追う。何も解決しないどころか頭痛の種が増えてしまったからな。酒呑童子が飛んで行ったのはこの森の方角ね。でもクンクン、新種の匂いはしませんね。ヤオビクニ、酒呑童子の行方を占えるか。ごめんなさい、酒呑童子さんの気が強すぎてうまく占えないんです。あたりを調べてみるしかないか。探し人、探し鬼を見つけるのは大変なものだな。含みのある言い方だな。茨城童子が全くの他人事だとは思えないというだけだ。茨城童子、酒呑童子がどこへ行ったか心当たりはあるか。いや、彼はいつだって大事なことを何も教えてはくれない。友がどこに住んでいるのかさえ私は知らないのだ。それでもお前は酒呑童子を友と呼ぶのか。無論、食っても食い足りぬ彼こそが唯一にして真の友だ。この森で酒を酌み交わしながら語らった日々が懐かしい。となるとこの森のどこかにまだ酒呑童子がいる可能性は高いな。生命、君は本当に友を惑わせた女を知らないのか。ああ、ただ酒呑童子の怒りは本当だった。私は友に以前の覇気を取り戻してほしい。それだけだ。呪術人、何かの罠か。酒呑童子のものだろうか。うわ、血の匂いがします。生命さん、この呪術人はどうやら血で書かれているようですね。クンクン、しかもこの血少しお酒臭いですね。間違いない、この呪術人は酒呑童子のものだ。酒呑童子見つけたぞ。私たちを
主天道寺と勘違いしているみたい。なるほど。我々を足止めするために自分の地で妖怪どもをおびき寄せた。今宵こそは貴様の首を取ってやる。笑わせる。君たちごときも主天道寺の首を取るだ。全員死ぬがいい。公表どもめ、優しく死ねると思うな。許してください。お願い、殺さないで。生きるも死ぬも君たち次第。全力で四天王寺を探し出してというわけだ。せい、友の行方は雑魚が知らせてくれるだ。お前は敵に回したくないな。主天道寺、酒だ。もっと酒を持ってこい。友でも女でもない、酒だけが俺様の孤独に寄り添ってくれる。なんだか鬼もああなると哀れですよね。言ってやるな、人も変わらん。確かに都の貴族にもいるな、女に相引きを断られてああなるのが。浴びるほど飲み、溺れるほど酔い、どこまでもどこまでも落ちていく。そう、俺様はこの闇の中でただ一人、酒と孤独に溺れるのだ。あの女が星のように輝いてさえいれば。友よ、本当に酒だけが君を満たしてくれるのか。私では君の喉を潤すことはできないのか。茨城道士さん、夢占いで主天道士さんの心を見てみますか。そうすればあいつが苦しんでいる女とやらについてわかるかもしれんな。いや、覗かないでくれ。それだけはやめてやってくれ。君たちには醜く映るだろうが、彼は誇り高き鬼なのだ。すみません、迂闊でした。でもどうしましょう。このままじゃ主天道寺は朝まで起きそうにないですよ。今は引き上げよう。生命よ、君を利用したことは謝る。気にするな。結果的に自分の過去を知るらしいものと会えた。お前こそ本当にここで諦めていいのか。主天道寺と戦いたいのだろう。構わん。今の私では友のために何もできない。鍵となるのはやはり主天道寺が言っていた女だな。そのもののこと、定員に戻ったら調べてみることにしよう。放っておいていいのですか、生命様。あの状態なら悪さもしまい。今下手に煽る方がかえって危険だ。それに生命のことを恨んでるようだからな、遠くないうちに現れるだろう。ああ、困ったものだが。ならば主天道寺の首は俺たちがいただいても構わんな。君たち主天道寺を探した後帰ったのではなかった。お前たちには関係ない。さあ帰った帰った。生命、もう少し居残る用事ができた。私もだ。主天道士が簡単に首を取られることはないだろうが。なんだ、やろうってのか。今宵の私は少々気が立っている。覚悟してもらおう。
りたいもんがあるからね。三剣だら、あるからね。だら。だら。カタマ。不運からあたしらを守ってくれるんだ。やったね、生命。ですが。心の痛みは時間だけが解決してくれる。鬼も人も変わらん。